バルテルミー・ホジャド・サンフォンバルテルミー・ホジャド・サンフォンは、フランスの地質学者、博物学者である。火山の起源について先駆的な著作を行った。モンテリマールで生まれた。リオンのイエズス会の学校で学んだ後グルノーブルで法律を学んだ。モンテリマールで役人として働いたが、自然科学に強い興味を持ち、休暇には、 アルプスやマッシフ・サントラルなどの山岳で過ごし、地質学に関する研究を行った。1775年に、ブレデ・ポゾランの鉱脈を発見し、この鉱脈は後に政府によって採掘されることとなった。1776年に、ビュフォンに科学に対する熱意を知られることになり、パリに招かれ、ルイ16世によって、自然史博物館の博物学者助手に任じられ、その後、 鉱山の王立委員会の委員に任じられた。1778年に、主ュ,ュラシェールシェイズシュールレボルカンズイテイニャッツジュ、ビバーイズイジュビレイを表し、火山の起源についての理論を述べた。鉱山の王立委員会の委員として、イギリスを含むヨーロッパ各地を旅し、岩石の形成について観察した。1787年にボイッジ・イエヌ・ワン・ラテア、 e n エコス・ヨイルズ・ヘブロデスを表した。1785年に産業、兵器、林業の委、e、員に任じられた。1793年にパリ植物園の最初の地質学の教授となり、1818 18年に引退するまでほぼ修正その職を続けた。1794年にオランダのマーストリヒト地域の洞窟から見つかった。 爬虫類の骨についての著書を表した。モンゴルフィエ兄弟の気球の飛行に強い興味を持ち、ディスクリプションでアックスペリアンスでラマシンエリスタティック、DMM、モンゴルフィエ、アンドシーの著書がある。その他の著書にイストアールナチャールデラプロヴィンスでドーフィン、ミンダラジーでボルカンズ、エッサイでジーオリジーなどがある。ホージャス布石は、ホジャから命名された。ありがとうございます。